おお、あそこになんか怪しいテントを設営している人たちがいる。一番右側のテントが一番怪しいな。ちょっと行ってみるか。すごいな、このテントの数。今日は参加者何万人来るの、これ。どうも、すごいじゃん、今おはようございま日す。参加者今日何万人来るの。今日はですね、150万人ぐだって。こうすごいじゃん、あれ。あのテントの数見て俺驚いちゃったよ。あんなに来んの、25人とかしたら何、250万、250人とか。どういうこと、なんか相当な人数をねえ、想定しての追加会です。なんかあんの今日。今日はですね、いや、なんもないですね。いや、あそこなんかでもすごいじゃん。だってバーベキューのなんか車が2トン車かなんかが来てるよ、駐車場に。今日なんかここにオバマ大統領が来るような話を。ああ、またね、そういうね、またそんな。それで、ここが釣り場です。ここ、ほら、なんか石が水中に入ってるけど、こういうね、石の間にいるとのことです、テナガエビね。それでは、まだね、全然釣り大会の開始の時間には早いんだけど、私はここでね、ちょっと竿を出してみようじゃないの。今日使う竿はね、これだよ、これ。ほら、この時のために作っておいたこの竿、テナガエビスペシャルだよ。ヒットステッカーだって貼ってあるんだよ。それにほら、ちびっこい浮きつけてな、これでもってな、テナガエビを爆釣してやろうじゃねえかって魂胆だよ。それと用意した餌はこれ、赤虫、それにミミズ、あとなんか冷蔵庫の中に余ってたこのオキアミ、これも持ってきましたよ。ほら、この3種類、やる気満々でしょ。なんだかな、かれこれね、釣り始めてもうそうだな、3分50秒ぐらいが経ったよ。いやー、3分50秒粘ったけどダメだ、釣れねえよ。ここはダメだ、釣れねえ、負けたよ。なんか釣りよりね、こっちの方が楽しいって感じで、もうね、早くも、ね、こうほら、ソーセージ、こうネームってやつなんだけれどもね、なんかこれをあれ、ブーちゃん姉さんが持ってきてくれました。どえらいカメラです。なんか作ってますよ、皆さん、なんか持ってきて。お、すごいよ、ほら、ね、こういうの。プリキー塗りだったよ。やったやった、ほら。で、商品な、これ。商品あるんだよ、今回これ、ほら。スルーナイトと、それにこっちはね、なんかね、USB の充電器、これが3つもあるんだよ。頑張ってくださいねっていうか、俺主催者じゃないんだけど、まあ、うん、頑張ってください。それでもうなんか、怪しいなんか魚を料理してるやつがいるよ。何これ、ボラ？セイゴです。セイゴか。あ、小さいけど一応シーバスか。あー、敵んなよ。あ、なんか危なっぽそう。あ、大丈夫？ん？うん。危ない鉄。本当だ、シーバスの顔してるよ。うん、なんかこっちの方がもう釣りより楽しそうだな。なんかもう俺釣れねえんだもん、嫌になっちゃったよ。でもまだ開始前なんだよね。開始前ですよ。全然開始前なんだけど。おい、焼いてるよ、これ。食うのか。そういうなんか猛者がいるんだな。猛者が、やったな、さすがだよ、チャレンジャーが。おー、こんなに釣ってる、すごい。テナガエビだよ、やったー、さすが。緊張すんな。大会の開始の時間になりました。さあ、それではね、大会主催者の挨拶がこれからね、30分間あります。さあ、皆さん聞きましょう。選挙演説どうぞ。はい、ということでですよ、はい、テナガエビ釣り大会を開始いたします。
はい、なんかね、よくあるような大会の挨拶はできませんので、足柄ということで、細かい、事項っていうか連絡もというものはありません。連絡ことはありません。ただ暑いんで必ずね、飲み物を摂取しながら倒れないようにしてください。あと怪我しないようにしてください。釣れたらリリースしてもいいですし、持ち帰ってきても構いません。カウントするには近いで、終了が2時です。で、2時になったらこの場所にまた戻ってきてください。はい、それでは開始します。スタートです。よし、開始だぜ。これからだよ、本番はな、はい、これからだよ。よし、じゃあ俺はこの椅子を持ってな爆鳥と行こうじゃねえかよ。あ、もうなんか気が重いよなぜか俺は気が重いんだよ。これやったよ。ほら、これは紛れもなく手長エビ。それも卵持ってないからオスだよ。キープしていい方のやつです。やりました。やっぱ俺は名人だったね。そうだったろ、だろ。おめでとうございます。ほら、もうね、今見せびらかしてますね。やったよ。ほら、もうみんなに見せびらかしたい。これ、これですよ。やりました。ね、ほら、これ。これですよ。あ、来た来た。また来た。カモが、ほら、カモが来たぞ。ほら。これ、これ、これ、これ。これが手長エビっていうものですよ。私が釣りました。釣った、釣った、釣った。やったよ。やった、やった。よっしゃ。もう見せびらかしたから、じゃあしまおう。じゃあしまっときましょう。おお、また釣れたよ。2匹目ゲットしました。やりました。あー、2時終わっちゃったよ。俺はよ、ほら見てくれよ、ほら2匹も釣れたよ。2匹、これなら優勝間違いなしかもしれないね。じゃあ表彰式に入りたいと思いますよ、皆さん。いいですか。じゃあどうしようかな。自分の、ボックスを持って前に来てもらっていいですか。すごいな。数えていいですか。いや、お願いします。数えます。何匹だったっけな。数えたってください。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、7匹、2匹です、はい、どう数えても2匹です、はいはい、なんだよ、なんで増えてねえんだよ。2匹しか釣んなかったからです。妄想でね、体長8匹ほどいらっしゃった。こっちの人はすごい、ほら、いっぱい釣ってる。あー、これクマさん。クマさんはメスを全部逃がしちゃったんだよな。名前と数えてるんですか。13。はい、5匹。20匹に見えるんですけど、はい、見えるじゃダメですか。見えるじゃダメですか。それ老眼かあれですよ。乱視ですよ。4匹です。あ、今から。31。あー、こっちすごいよ。こっちの人31匹もいんの。うわー。31匹。おー、あれでかいのもいるね、結構ね。31匹すごいですね。そうだよ、31匹だって。31匹を捕まえた秋森さんが優勝でございます。おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。それでですね、秋森さん、はい、優勝者は3種類商品がございました。アルスメロン、メロン、スルーナイト、USB 充電器の3種類から選ぶことができます。サトリーします。あ、俺来週
富士山登りに行くんで、そのスルーナイトがいいです。スルーナイト。わかりました。で、単4電池で、つくというね、はい、結構ね、コンパクトなやつですよ。防水で。これ、対衝撃防水。はい、どうぞ。防水対衝撃です。やりました。ありがとうございます。続いて第2位、18匹釣り上げた、ハリアライン魚さんでございます。おめでとうございます。おー、やった、はい、この方はですね、2種類のどちらかを選ぶことができますよ。どちらでしょう。これって何？これはね、これはね、これです。これね、USB 充電器で、こういうあのコンパクトな、これね、全体で6アンペア流せるんですよ。それで、各ポートからは最大2アンペア。それで、全部4つつなげた時でも 1.5 アンペアは流せるんで、4つのスマホを急速充電できるっていうね、これね、優れもののね、USB 充電器です。これは白ですけど、あれは、青とオレンジと白の 3色用意してますから、もしあれがいい場合は、中ちょっと開けてみて、色を見て、好きなやつを取ってください。これか、これか、これ。これか、これです。あ、じゃあ、はい。まあ、これ、今、電車の。何がいいんだろう。白。内藤さん、白。これはね、白だけどね。なんか、あどこ、それ、何これ、オレンジ。あ、オレンジか。うん、これ、白にしようかな。白はこれ。白にしようかな。これと同じのが白ですよ。うん。色が違うだけで中身は同じですから、ええ、はい、結構優れものですよ、はい、でこれちゃんと、はい、ほら日本のこの安全規格っていうんですか、うん、取ってますからね、はい、うん、そう、大丈夫みたいですよ、はい、安全性もバッチシというやつです、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ2位のライン魚さんは USB 充電器の白を、ゲットしました、はい、続いて第3位17匹釣りました。ジュニアアングラーズ釣り太郎さんと、ヤスリダ山さんでございます。おめでとうございます。で同率3位なので、まあ、商品を先に選んでもらうために2人でじゃんけんしてもらいたいと思います。じゃあ最初はグーじゃんけんですね。いくよ、はい、ちょっと待って、はい、いくよ、はい、最初はグー、はい、じゃんけんポイ、はい、釣太郎さん が3位なんですが、商品を選ぶ権利がどっちでしょう。メロンと USB 充電器だぞ。え、ね、メロン何色？え、メロンが負けてんの USB 充電器に。本当かよ。俺ならメロン取るけどな。メロン。確かに青。はい。あ、俺いいやつだよ。はい、どうぞ。まだチャンスあるので選べるチャンスがあると。あ、どっちにしましょう。じゃあメロン。やったー、やっぱり取る、俺は取ると思ったよ。君はメロン取ると思った。絶対家族のために、うん、絶対メロン取ると思ったよ。そうか、家族のためにと言って電車の中で自分で食ったんだよ。で箱だけ持ってくみたいな。分かってんだよ、もう車掌に止められます。大丈夫ですか。まあとりあえず急いで冷やして食べてください。はい、分かりました。第6位、ワイカツさん、おめでとうございます。ほら、出ましたよ、ほら。順番回ってきたじゃないですか、ちゃんと。回ってくるんですよ、ちゃんとね。まさかの第6位。不正をしなくても、ちゃんと、不正申告しなくても回ってくるんですよ。そうですね。商品はね、数限られてるんですよ。あ、じゃあですね。はい、何この、これいいですね、これ。はい、それで2つ混ぜたんです。2つ混ぜた。あ、全部全部全部だそうです。じゃあこれいただきますね。はい、おめでとうございます。好きな、どうしか。いいですね。じゃあいただきます。ラスト1、7位。ブーチャンネルさんでございます。やったー、ほら、おめでとうございます。もう一つしかないんで、はい、ズルーナイトの方。これで商品は全部なくなりましたね。はい、じゃあ表彰式はこれで全部です。皆さん、はい、ありがとうございました。まだ釣りしていいんでしょ。釣りをして、はい、もらって構いません、はい、あとはこの後ね、釣った手長び食べたい人は素揚げにして食べていきましょう。ああ、これな、またな、これクマさん提供の、またカップヌードルの汁は超えられないという、この何あの皮の香り漂う、ね、あのトムヤムクンスープを作ろうっていうのは、俺が出来上がった時にちょっとあの、ね、コメント入れますのでお願いします。おお、くっついてる、くっついてる。おお、あー外れちゃった。あー、なんか今くっついてたな。張りがかりしないね、やっぱね。うん、ただ掴んでるだけでみたいでさ、さっき釣れた2匹は張りがかりしてたんだけど、張りがかりするまでなかなかいかないのな。少し置いといた方がいいんじゃない？いや、なんかね、そこが微妙なとこなんですよ。あんま置いとくとあの石の下に入っちゃったりして、うん、難しいね。
バシッと合わせちゃったらいいのかな。でもバシッと合わせてもダメだろうな。ほら、でも貪欲だから何回でも食ってくるよ。まだ食ってるもん。基本的にザリガニと同じだね。まあ、うん、カニとかエビとかはさ、とにかくほら貪欲だから。ほらほら、ついてるついてる、せーの、あー取れちゃった。あ、すぐ取れちゃうのな。今のはオスだったな。あのあれがハサミが長かったから。また外れた。当たってる当たってる、また当たってるよ。さあ、いやな、張りがかりが、なんか張りがかりしませんね。お、なんだ、スープができた。よし、クマさん特製トムヤムクンね、皮の香り漂うトムヤムクンスープ。これ皮の香りと雑草が漂うトムヤムクンスープです。これ雑草みたいな、これはあのパクチーだよな、はい、うん。で何入ってんのこれ。手長エビとソーセージが入ってる。手長エビ、あ、これか、これこのゴキブリのヒゲみたいなやつな、はい、これ引っ張るとお前ゴキブリ出てくんじゃねえんだろうな。じゃん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 、ゴキブリ、あ、ゴキブリじゃなかった、よかった。ゴキブリが出てきたらさ、俺どうしようかと思っちゃったよ。じゃあちょっと飲んでみます。いただきます。うん、辛っ、辛いよ。あ、これはね、でもね、あれだよ、あのカップヌードルの汁よりかはうまい。うん、うまいぞ。じゃあこのよ、雑草は食った。これこれこれ、このエビな、はい、一口でいきます。これいきます。うん、なんかジャリジャリしてるけど、まあ、うん、ここは何も言わない。うん、まあいいんじゃないの、はい、うん、これ、うん、そこのこれなんかさ、この皮の色よりかは同じぐらいだな。うん、同じぐらいだ、これほらね、同じぐらい、これは荒川の香り漂うね、と、そう、雑草漂うトムヤムクンスープね、クマさんが作ってくれました。ありがとうございます。よっしゃ、じゃあな、あのトムヤムスープを飲んだから、なんかもうな、バラしてばっかでなんかやんなっちゃったな。もうやめようかな。おなんか釣れてる。おお、釣れたよ。ほら、トムヤムスープ飲んだら釣れました。やりました。トムヤムスープパワーだよ。やったぜ。もうこれで農家にしよう。もうやんなっちゃったよ。はーい、今回持ち帰った手長エビはこのオスの巨大な手長エビ3匹です。ちょっとね、スケールを当ててみましたよ。そうしたらほらね、胴体の部分は優に1メーター超えてんじゃない。ヒゲまで合わせるとだいたい3メーターは超えてるよね。これね、3メーター、ほら剣単体スケールは正確だぞ。だってよ、ここにほら正しいっていう字が書いてあんだもん。正確だよ。でかいでしょ。これを3匹も持ち帰りました。それとね、今回はね、私が主催した釣り大会じゃないんですけども、参加者の方からほらこんなにね、いろいろなお酒とかね、香辛料とかいただいちゃいましたよ。これエンマ、お魚のためのハーブミックスという、これハーブですね。それとあとほらギネスね、ビールだ。それとこっちはこれはいちごシロップね、多分今日暑かったからかき氷にかけてくださいっていうことだと思うんですけど、こんなものもいただいてしまいました。ありがとうございます。それじゃあね、今日の料理コーナーではだな、この巨大な手長エビをそうだな、フライにしてみようと思うんだよ。それでな、ちょうどおあつらいにほら、このハーブミックスいただいたんですけど、これね、裏を見るとね、パン粉と合わせて香草パン粉としてもご利用いただけますって。だからさ、このハーブミックスを使って、こいつをな、フライにしてみようと思うんだよ。それでフライの作り方なんていうのはね、もう皆さんご存知だと思うんで、ここでくどくどと説明することはいたしません。
もうね、とにかくパン粉をつけて揚げれば出来上がりでしょ。それで今回はこの尻尾の部分にだけパン粉をつけてフライにしようと思う。ほらね、こんな感じで尻尾の部分にだけ香草入りのパン粉がつきましたよ。あとはこれを油で揚げれば出来上がりです。はい、できました。見てくれこれ、ほら見事でしょね。なんともうまそうな形に揚がりましたよ。エビフライね、頭の方はこういう風に衣がついてなくて、尻尾の方だけ衣がついてんの。それも香草フライだぞ。これはうまそうだよ。まあ何はともあれ食ってみましょう。このさ、ほら衣が香草フライっていうの、香草パン粉ね、これが味噌ですよ。じゃあね、最初はね、まずね、この何もつけずにだね、ちょっとねいただいてみましょうか。これな、これほら形がいいね。なんかほらね、この形なんとも見事じゃないですか。ではいきます。うん、お、ほい、これはサクサクで美味しいよ。なんかね、やっぱりね、このねハーブのねこう香りというのもね、ちょっとほんわかと出てますね。いやー、実にエビの味するよ。じゃあね、ここから先は当家の伝統に従ってな。当家の伝統といえばもちろん決まってんだろう、父親の遺言だよ。ソースはドヒャがけ。とにかくな、うちの父親の遺言でフライにはソースはドヒャがけしないといけないことになってんだな。今回もほらドワヒャーダーとな、このぐらいかけないと死んだお父ちゃんに怒られちゃうんだな。それではもう一匹いきますか。今度はこれだよ。これこれ。ほら。これもなんともうまそうな形に上がってんじゃん。実に見事だよ。ね？俺ってもしかして、フライの帝王かな？え？まあ何やともあれ、いただきましょう。じゃあ、いきます。うん。うん。もう。もう。うん。こりゃうまいよ。それではエビフライちゃんを2匹食ったとこで、ここらで飲み物といきますか。今日暑かったからね、どっちかというとかき氷かな。それもいちごシロップのがいいよね。でもよ、うちにはかき氷作る機会がねえんだよ。それでね、しょうがないからかき氷の代わりにこのぶっかき氷、これで代用しようと思ってな。もちろんかけるのはこのいただいたいちごシロップだよ。これ今日ねいただいたんですよ。じゃあかけましょう。このいちごシロップね、冷凍庫でキンキンに冷やしといたんですよ。冷凍庫に入れてな。じゃあ、行きますか。お、あら、あら、お、なんか赤くないんだな、このいちごシロップ。まあいいか、ね。じゃあ、いただきます。このいちごシロップは芋だぜ。マジでこのいちごシロップ芋焼酎の味がするよ。なんでって書いてあるじゃん、ここに本格焼酎って。それも黒麹作りだよ。いや実に美味しいですよ。ありがとうございます。エビもあと一匹あるしな、この一匹でもってこいつを全部飲まなきゃいけねえからな。ちょっとと今回は技がいるかもしれないね。でもね、今回私はね、初めて手長エビ釣りましたよっていうのは、手長エビがいる水域で釣ったのが今回が初めてなんですね。手長エビのいる水域っていうのはね、本当にね、私の周りにはないんですよ。だからね、結構ね、楽しかったけどね、難しいね、エビ釣るのね。またリベンジでチャレンジしてみようと思います。